こんばんは。名作ヴァンパイア、安典カスタネット、司健三郎さん、ホシピーコンサアーワー元道島無敵おでん屋さん、ゆきさん、ノーボル MJ、 みやみやみや、軍曹元ハタ、ありがとう、物腰つっちゆきちゃん、月広、プルプル松村さん、有栖川義春、キャズエビ、え、なんでなん、ケンザブラさん、ありがとう、コンサ、竹ゼリ MJ、 ヒロ、パーフリン、誰もありがとう、 MJ レターありがとう、ミヤミヤミヤ誰もありがとう、バンバイオクトパスカムズハブリナと MJ ハートありがとうね、ユキちゃん、ケンザブラさん、ミヤミヤミヤハートありがとう、ヤスノリ誰もありがとう、 MJ お疲れありがとう、ケンタブロさん、ハートありがとう。おでんやオクトパスカムサハムリダ。そう、花声です。月広、ビアビアビア、ダルマありがとう。ヴァンパイア、ハートありがとう。月広、ハートありがとう。琴音、マキタケシ。大丈夫だった？来週、大丈夫かいな。雨降ってへんの？そっち。ゆきちゃん、マキタケシ、ハートありがとう。トクト、琴音、ゆきちゃん、ダルマありがとう。松村さん、お疲れありがとう。ゆき、あ、お手紙読んだ、ありがとうね。五度寝、竹銭、有栖川、ハート、ありがとう。こんにちは、どんちゃん、こんばんは。ジャイアン、おいおい、どういうことや。たっちゃん、松村さん、ピカピカ、ありがとう。元、ハート、ありがとう。地獄見てるね、大丈夫？大丈夫、風邪ひかんつってや、大丈夫かいな。歩ける距離ならあれやけどな。気をつけてね。松村さん、ハートありがとう。いや、結構そう、私もなんか、あ、そうなんだ、ホークスって今3連勝なんだ。結構ね、そうだよ、ワケプチさんのオンエアからちょうど今日で1ヶ月かな。太田明、こんばんは。松村さん、ハートありがとう。いやー、ほんと、そうなんだ。そうなんですよ、ほんと鼻声になっちゃって今、まあ、舞台で結構ね、あの怒鳴るシーンが多かったので、こう今までみたいにさ、エレメンツ、こんばんは。どんちゃん、だるまありがとう。なべちゃん、こんばんは。楽しい話というより結構なんかお金に苦しんで、そう、怒ってることが多かったので、あかんやん。それ、役なりきってんの、ケンダブロさん。わかった、ガキプチさん記念日忘れたあかんで、ね、アッシュ。ゆきちゃん、誰もありがとう。そう、結構なんかあんま怒ることないからさ、風邪というか、疲れ。ですね。もう声を使ったので、まあよく頑張りましたということで。そうね。そう、結構マジ徒歩でやってくれんの。マジでやった、250万返してくださいよ、徒歩で。すごいね、 TV 楽しみにしてます、ありがとう、そうやって言ってくれて。ゆうやくん、こんばんは。明日いろいろあるんですよ。そう、あ、大丈夫大丈夫、でもそんな、確かに鼻詰まってます。明日いろいろありまして、チェキと、これチェキね、犬の遊びに行くか。高見、こんばんは。チェキはこんな感じ、さっきママにも見せて、ええやんって言われました。ユッキー、誰もありがとう。明日、そう、肥後橋でね、イベントなんですよ。いや、ほんまそうで、あんまり普段も怒ることもないから、怒るとこになるとね、急にすごいアドリブ力も低くなるっていう。そう、なんかあんま人に
罵声を発言することでないじゃない、普段生きててさ。うん、だからそうやねん。何の話、部屋の中でも靴履いてなかった。え、何の話やそうだから、あ、大好きありがとう。だからアドリブとかでもうちょっと伸ばしてみたいな、怒るシーンとかって言われた時に、なんか怒る言葉が出てこやんかって、わ、自分心きれいってなったそうなんですよ。チェキもこの可愛い感じで、全部ね違う種類です。生写真も全10種類だったかな、生写真も全10種類で、ごめん、ね、写真ないんだけど、やらせてもらってます。ほんで、あと何やったっけ、おみくじは、おみくじも全部種類が違うんですよね。あれ、どこやったかな、おみくじの写真が見つからぬが、あ、この辺かな、こんな感じですね。うん、そうなの、松村さんとも、こんばんはあれんだそこで怒んねんな。まさこんばんは、元うんちゃんこんばんは、元ハートありがとね。とももこんばんは、りょうたろう、やっほー。最近あの歌めっちゃ聞いてんで、タッタタ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 。ともだるまありがとう。見え隠れしてるおもろ、せやねんな、いい感じでしょ。あ、レジェンドだ、オレンジさん、やっほー。そうそう、おみくじって、そう、いつも結構実は時間かかってるんだけど楽しいですよ。くにちゃんこんばんは、ともシューティングスターありがとう。まあ、皆さんぜひと、サインですね。サインはほんまにどうしようかな、なんか私物サインなんで、皆さんの私物もしくはこのチェキか生写真でも全然 OK ですが、今回いつもはね、あの写真とかあるんですけど、今回はないので、そうやねんな、そう、今回はないので、うん、そうなんですよ。なのでぜひサインでちょっとお話できたらいいなと思っております。うんね、楽しそうだった。竹地にマナと飯でしょそうなんですよ、あかん、保証人にはなりませんので気をつけてくださいね。保証人おもろいねんけど、これやばい、保証人にサインやばいねんけどちゃんと物語に沿ってておもろいな。トモハートありがとう。てか、歩きながらのにコメントしてくれてありがとう、さすがやね。まあそんな感じです。久しぶりのトークショーなので楽しみやし、なんかこのタイミングで、スタージェットこんばんは、東京のファンの皆さんに5月12日お会いできると思うんだけど、なかなか大阪でこうやってお話できる機会ないので、すごい楽しみです。嬉しい、しかもアイドル無双で。明日ぜひ肥後橋遊びに来てください。基本的には当日券なので楽しみにしてます。そう、いいタイミングなの、ほんとほんと、それまさにです、ほんとそれで。あ、タカさん明日待ってます、こんばんは。ナリさんこんばんは。そんな感じで、などなど、ぜひお待ちしております。明日19時30分からですかね、お待ちしてます。みんなと喋れるの嬉しいな、よろしくです。どんくらいのね方が来てくださるかちょっと読めないんだけど、もう一回リツイートしとくか。
もう一度ちょっとリツイートしてあげとこ。あげー。たんたんたらららんたんたんたらららら。あれ TikTok 入ってるやつね。ね、どんくらいの方が来てくださるかちょっと見えないんだけど。え、そうなん、読むわ。そうなんや。ローソンで待ってます。どういうこと、ローソンで待たれてんの。見とくわ。 AI かな、記事ね。わかった。あ、いいじゃないですか。 CD か写真。 CD にサインって実はあんまおらんねんな。あんまないね、確かに CD。 うん、へえ、見とかないと。桃稲こんばんは、ありがとう、いい情報教えてくれて。木崎にも言っとくわ。いやー、そう、友達の家ツアーも無事終わって、さっきまで帰ってきてからね、ママとおとんとずっといろいろ喋っててんけど、この1ヶ月のお話をさ。でも改めてさ、1ヶ月友達の家だけで生活するって結構やばいことしてるよなって言われた。ウケる。 MJ シューティングスターありがとう。まあ確かになーって思うよね。まあまあ確かに言ってることわからんでもないなーちゅてって思いましたね。一回もさ、別にまださ、ホテル取ってもええなって気持ちやってんけどな、一回もほんまにピンチにならずに、あの、どうにかなるっていうヤフカラホーかっくんこんばんは。かっくんハートありがとう。しかもそのママがさ、なんかヤフカラホーだるまありがとう、まだラッサイとかビーズガールズの子たちにお世話になるのはすごくありがたいなやけど、なんか舞台で出会ってさ、今回言ったらたった1ヶ月ぐらいのさ、でしか全然向こうから見てもよく知らん子なわけやん。そう、それでよくさ、あの、止めてくれたよなって話をママがしとった前で。いやー、もうすごくありがたいですね、ほんまにね。竹尻レインボーありがとう。13人、ほんまにありがたいよ、マジでね。木崎んちから始まって、マネージャーさん、優香の家、萌え、みなみ、ちょっと待ってよ。セットリで言うと、木崎、優香んち、あ、ゆめ、大化け、マネージャーさんち、阿部さんち、もう一回優香んちで、さっちゃんかで、みなみんちで、萌え、小島由ちゃんのうちで、ひなちゃんち、もかちゃんちで、一回ホテル、あれなんですよ、あの、あれの時ね、あの、副音声の時、番組企画の第2弾ほんまやで、私たち、いやいやいや、でもあんま言ってないね、実はその稽古場でもあんまり、あの、泊まるとこなくてって言ってへんねんけど、言ってへんから、最後、最終日ぐらいにみんなに、なんでどこ泊まってたのって聞かれた時に言ったのね。はるばれこんばんは。で、めっちゃ点々、だから友達の家だけで1ヶ月過ごしてるから。そうで放送予定聞いとくわ一応で、そう、そこで言ったの初めて。ほんの、コミュ力生かしすぎでしょって言われて、いや、そんなつもりもないねんけどって言って、じゃあどうしてたんって言って、家泊めてくださいって言ってたのって言われたから、いや、そういうわけでもなくて、別に自分が言ったというより、なんか言ってくれることの方が多くてありがたかったっていう話をねしてたんですけど、友達が多いってことで違うよ、そういう作戦じゃないですよ。一人のとこはちょっと申し訳なくて、そう、なんか別に多分一人の子でも、お父さんこんばんは、言ったら別にいいよって言ってくれると思うねんけど、なんか申し訳ないやん、やっぱ。でしょ？ちゃう？でも今回に関しては、その稽古場にキャリーバッグをもし置くことができひんかったら結構むずかったかもね、今思うと。ありがたかったです。毎日アイドル1817日ありがとうございます。イエーイ。ね、東京でだからマジ久しぶりに家帰ってきて、もうぼーっとしてたら今こんな時間になっちゃってました。でしょ？
そうなんですよ。でもみんな一人暮らししてんの見て、わー一人暮らしってやっぱかっこええなって思いましたね。ね、そうなんですよ。なかなかね、やっぱ一人暮らしってかっこいいよね。憧れました、すごく。憧れるのはやめましょうと言われる世の中ですが、すごく憧れました、かっこよくて。やっぱなんかそう頑張ってるなみんなって思ってさ。あ、さらさこんばんは、やっほー。うん、借金ごめん、役作りしとってん。それで一人暮らしの方が楽、まあほんまそうやんね、多分ね、それは言えてるやろな。うん、あーシェアハウスね、なんて言うっけ、あのあれやろ、いやなんて言うっけ、恋愛リアリティ、なんて言うんやったっけ、忘れちゃった、なんやっけ、マザーテレサじゃなくて、なんやったっけ、なんて名前やったっけ、シェアハウスの、なんて名前やったっけ、ホームステイじゃなくて、テラスハウスや、テラスハウスみたいなことやな。それそれ、テラハ。よく出てきたね、みんな。みんな見てんねんな。トロロン、こんばんは。ごめん、じゃあちょっと鼻声なんで、ランキング見まーす。モンスターハウスってなんだっけ。ほんま？パワーワード？あ、だ、早帰りや、大丈夫か？お手じゃないよ。13位、ユッキー、ありがき、ありがとう。12位、ヤスノリ、あり、ヤスノリ、ありがとう。11位、ヴァンパイア、あり、ヴァンパイア、ありがとう。10位は、コドネ、おやすみなさい、ありがとう。9位、MJ さん、フォー、ありがとう。8位、竹ゼニ、ありがとう、ゼニ、ゼニ、ありがとう。7位は、ドドロドーンちゃん、ありがとう。6位、トモ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 、ありがとう。5位、ユキ、チャチャチャ、ありがとう。4位、MOTO、もともともとさん、ありがとう。3位、高平月平双子ちゃん、ありがとう。2位、松村さん、あり、松村、ありがとう。そして、流行る大統領先輩は、ズンダラ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 、パン！めめめ、やねん、ありがとう、やねんでした、ありがとう。ウケる、つぼられてんねんけど、ウケる。そして、本日のハッピーラッキーウキーパーソナリティショッキングピンク人間さんは、パン！クニちゃん、ありクニちゃんでした、ありがとう。トロのオクトパスカムサハムニタとダルマもありがとう。ありがとうございます。何をと思ってたっけ？そうそう、ほんで舞台の方もね、皆さん本当にありがとうございました。遠方から来てくださった方も、たくさんいてくださったみたいで、お手紙やプレゼントもいただきました。大切に持って帰らせていただきました。ありがとうございます。明日のね、アイドル無双さんでもお手紙やプレゼントなどお受け取りできます。5月の12日のイベントの方でもお受け取りできますので、ぜひぜひお手紙などありましたらお待ちしてます。明日は19時30分から大阪の肥後橋というところでトークショーに参加させていただきます。アイドル無双岡村真奈タイお帰りスペシャルです。まあタイのお話はもちろんなんだけど、開幕したプロ野球だったり、今回の舞台のお話だったり、いろいろさせていただきたいと思っております。そして特典会もねありまして、特典会は見えにくいんだけど、初めてのランダムチェキ、私物サイン、マナティみくじ、ランダムチェキ、生写真など販売させていただきます。今回はね、ちょっとコミュニケーションが取れる場は私物サインぐらいしかないんですけれども、せっかくなんでね、ちょっとタイの感想もここで伺えたら嬉しいなって思ってます。お待ちしてます。大阪肥後橋です。当日券ありますので、ぜひぜひ。そうなの？どうにかして直して、みゃみゃみゃ。そうなんです。ぜひぜひお待ちしてます。そして5月の12日は、あなたのビタミンマナーが来る、あなたに会いたいファーストイベントありますので、ただいま受付中なのかな。5月の12日は東京でイベントがあります。ぜひお待ちしてます。
え、どうなん明日お天気は。でも試合やってほしいけど普通に。天気天気。あ、東京で設定してんのよ。あ、でもリアルに分からんのや。明日雨説あるんですね。全然、まあ晴れて試合をやってもらいたいですけれども、ぜひお待ちしてます。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。また明日ねー。首が言うて、ほんなおやすみなさい。テレサに言うの？テレサに聞くのやばいねんけど。ありがとうございました。ローミーってなんだろう。ありがとうね。おやすみなさい。バイバーイ。また明日会えるの楽しみにしてます。ありがとうね、8回も来てくれて。みんなおやすみね。ありがとうございました。バイバーイ。ファンディナカー。あ、タイ語の勉強も今月は頑張ります。今月5月の目標です。タイ語の勉強頑張ります。おー、マジそうなんだ。明日暑いね。そうなんだ。へー、楽しみ。じゃあ中継するわ、あのあれで、アイドル無双でな。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみ。